のりたまとは、丸美屋食品工業が1960年から販売しているふりかけである。卵味の顆粒と刻み海苔の組み合わせが特徴。ふりかけといえば、魚粉を原材料とすることが常識であった時代に、高級食材の卵と海苔を主原料とする画期的な商品であった。消費者からは、好意的に迎えられ、効果的な宣伝を展開したことと、消費者の嗜好の変化に応じて、味や食感を変えてきたこともあって、ロングセラー商品となっている。丸美屋食品工業の登録商標であり、他の食品メーカーから発売されている同種のふりかけは、海苔卵など名前を変えて発売されている。海苔、玉をかけたご飯丸美屋食品工業の創業者、安部末吉が、旅館の朝食のような雰囲気を家庭でも手軽に味わえないかと考え、卵と海苔を使ったふりかけ、海苔、玉を考案した。1960年に発売されて以降、高い人気を得ている。1963年に丸美屋食品工業がスポンサーを務めたテレビアニメ、8×のシールをおまけにつけ、大ヒットした。以降、代表的なふりかけ商品として広く、市場に認知されている。時代の変化に応えて塩分の減量などを行ってきた。原材料としては、卵、海苔の他にサバ、サクセツ、抹茶、ごま、青海苔、鶏肉、砂糖、塩、醤油、こしあん等からなる。原材料の一つであるこしあんは、和菓子に使われるあんこではなく、豆を粉末状にしたもので甘さはない。黒い海苔と黄色の卵の顆粒の白い米飯とのコントラスト、温かい米飯に振りかけた、菜の香りが食欲をそそる。ほんのりとした甘みがありサクサクとして、口の中でとろける卵顆粒に加えて、ごまの香りが味のアクセントとなっている。丸美屋食品工業によると、海苔玉は、卵と海苔のほか、サクセツ、抹茶塩、ごまなどの素材のバランスを徹底して追求していると、食品や健康に関する著述を行っている、フリーライターの石原赤織は、海苔玉の素材の絶妙なバランスを、家庭では決して作り出せない、海苔玉ならではのものと評している。海苔玉自体は、パリパリとした食感であるが、温かい米飯に振りかけた場合などは、温度と湿気によって徐々にしんなりとなる。振りかけた直後あるいは冷や飯に振りかけた、パリパリとした状態から時間が経過してしっとりとした状態まで、どの状態を好むかは個人によって分かれる。海苔玉は、発売当時は高級品だった卵を用い、手頃な価格と高い栄養価、飽きのこない風味で消費者に受け入れられた。2020年現在、1食あたりの栄養成分は、エネルギー11キロカロリー、タンパク質 0.56 グラム、脂質 0.53 グラム、炭水化物 1.0 グラム、食塩相当量 0.22 グラム、カルシウム18ミリグラムとなっている。丸美屋食品工業のウェブページには、海苔、玉を食材として用いた様々なレシピが紹介されている。料理研究家の牧博美は、食材としての海苔玉について問われ、旨味、塩分、食感、香りがある混合調味料としても考えたらいいと思います。しかも身近で入れるだけで味が決まる非常に完成された混合調味料と考えたら際限なく料理に応用できると思います。と答えている。商品名の通り卵と海苔の組み合わせが特徴であり以下の6種の具材で構成されている。なお発売当初はシソの実も入っていたが消費者から異物混入と間違えられることがあったことから具材から外された。原材料としては、鶏卵、海苔、食塩、サバ削り節、ごまのほか、砂糖、小麦粉、乳糖、大豆加工品、こしあんなどを含む。鶏卵や海苔は、産地や時期などによって、色や味が変化するため、様々な産地の原料をブレンドすることで、年間を通して、一定の色や味を保っている。原材料のうちのこしあんは、豆を、粉末状に加工したもので、和菓子等に使われる砂糖入りの甘いあんことは異なる。海苔玉にこしあんが使われていることは、インターネット上で定期的に話題に上っている。丸美屋食品工業では、こしあんは、のりたまに欠かせない原材料としているが、使用目的については企業秘密であり、社内でも一部の人間しか知らない。ふりかけ売り場に並ぶ、のりたま発売当初のパッケージは、瓶詰めふりかけが主流だった中で袋入りとし、デザインは大高重治に依頼した。緑地に赤い、のりたまのロゴは、その後も現在に至るまで受け継がれている。一方で、パッケージ全体のデザインは、中身のリニューアルに合わせて変更されてきている。1969年には、すき焼きなどとデザインを統一し、波形で中身が見えるプラスチックフィルムに変更されたものの、保存性の問題から中身が見える窓は徐々に小さくなり、1996年には空気や光を通しにくいアルミ蒸着パックを使用したものに変更されて、窓はなくなった。代わりに米飯にのりたまが振りかけられた写真が使われるようになっている。なお、1987年からは開口部にチャックがつくようになっている。また、胴体が丸ごと卵というインパクトの強い鶏のイラストは次第に親しみやすいキャラクターとなっていき、現在はパステル調の可愛らしい鶏にひよこが描かれている。濃い緑色だった地色も徐々に明るく鮮やかな緑色へと変更されている。4色の虹が描かれるようになったのは1981年からであり、2015年からは青色も加わった。鶏とひよこは家族で楽しめる姿をイメージしており、虹は未来へ向かう時の流れを表している。2020年2月現在、パッケージは9代目で 28g 入りののりたまニューパックのほか、58g 入りののりたま大袋が販売されている。ふりかけ、ぜはうまいを製造販売して好評を博していた。丸宮食料品研究所は1945年の東京大空襲で工場を焼失して営業を休止した。終戦後、代表取締役専務だった安倍末吉が営業再開に向けて奔走。1951年に丸宮食品工業を設立し、下請け業者に生産を委託する形で、ぜはうまいの販売を再開した。当初は、ぜは、うまいのみを扱っていたが、1年1品以上を目標に商品開発に取り組んでいった。ふりかけの常識を覆すような画期的な商品を求める安倍に対して、ある営業マンが卵と海苔を使うというアイデアを出した。安倍は即座にこれに飛びついた。当時は卵も海苔も高級品であり、旅館の朝食では必ず提供されるものであったことから、食卓にいながら旅館の雰囲気を手軽に味わえることをコンセプトに開発を始めた。1959年秋に乾燥させた卵顆粒を使用した卵ふりかけを発売したが、この時はぜはうまいに卵顆粒を入れただけで海苔はなく塩辛かったことに加えて、使用した卵顆粒が粉っぽくやや硬かったこともあって消費者に受け入れられなかった。丸宮食品工業ではさらに研究を続け、新たに熱風乾燥法を導入し、つなぎも工夫することで、よりふっくらとした食感の卵顆粒の製造に成功した。こうした試行錯誤を経て、1960年1月にのりたまが発売された。パッケージは瓶詰めふりかけが主流だった中で袋入りとし、デザインは大高重治に依頼して、当時は食欲を刺激しないため食品には馴染まないとされていた緑色地に黄色の鳥を配した斬新なデザインとなった。のりたまの文字は米飯に振りかけるイメージで斜めにレイアウトされていた。大高が受け取ったデザイン料は当時としては破格の30万円であった。のりたまが発売されると、それまで魚粉が主流だったふりかけ業界の中で消費者の注目を集め、順調に売り上げを伸ばしていった。また、のりたまが発売された1960年は、日本でカラーテレビの本放送が始まるなど、テレビが一般家庭に普及しつつあった。丸宮食品工業では、1962年からのりたまのテレビコマーシャルを全国で展開して、認知度向上を図った。さらに、1964年2月に、番組提供者であったテレビアニメエイトマンのシールをおまけとしてつけると子供たちの間で爆発的に流行した。これらの宣伝やプロモーションによってのりたまの売り上げは急上昇し、ぜはうまいをしのぐ丸美や食品工業の主力商品に成長した。のりたまの発売翌年の1961年4月、丸美や食品工業が本社を京橋から杉並区大宮前に移転すると、花畑工場も同地に移転し、移転後の東京工場には、のりたまの一貫製造ラインが設けられた。しかし、のりたまの急激な販売拡大は、当初の想定をはるかに超え、1963年には埼玉工場を新設して製造に当たった。2013年の年間販売数量は約6億食となっている。1968年には東京12チャンネルの一般人の発明を紹介する番組で小学生が発表した3色ふりかけ容器を採用し、のりたまにたらことごま塩を一つの瓶にセットにした3色パックを発売した。発案者の小学生には、カラーテレビと百科事典が進呈されたという。ひよこチップ入りでのりたままた、10代後半から20代前半の女性がふりかけから離れてしまうというマーケティング調査の結果を受けて、2007年に若い女性をターゲットとした丸い可愛いパッケージの手のりたまを発売。携帯に便利な手のひらサイズで、オフィスでの昼食などでの使用を想定して開発されたが、コンビニエンスストアでも取り扱いが始まると、有名人がブログ等で発信したこともあって人気となり、想定を超えた幅広い年代から支持された。発売初年度の販売数は当初見込みの約10倍となる300万個に達し、一部店舗では欠品も発生したという。中身を詰め替えて使用する消費者も多く、でのりたまのヒットによって、のりたまの売り上げも増加した。当初3種類の表情があったパッケージは5種類に増やされた。発売時には、小袋入り 20g が30円、量り売りが 100g が120円であったが、他の丸美や食品工業のふりかけと同様、原材料の高騰などにより1970年以降に何度か、価格改定や内容量の変更を行っている。1970年は 16g 入り35円、1985年は 30g 入り100円、1991年は 30g 入り110円であり、2004年の標準小売価格は、のりたまニューパックが 30g 入りで110円、のりたま大袋は 62g 入りで215円であった。2011年9月から2012年8月のトッパンポスデータでは 30g 入り、のりたまニューパックの平均売価は95円、62g 入り、のりたま大袋は185円となっている。発売開始から50年を超えてもトップシェアを誇るロングセラーとなっているが、その間に幾度かのマイナーチェンジを行っている。1981年には、消費者の健康志向に合わせて塩分を 25% カット。1991年のリニューアルでもさらに塩分量を減らしている。1996年には天然塩に変更するとともにさらに 16% の減塩を行っている。丸美や食品工業ではそれでも味の品質を落とさないよう全体の味の最適なバランスを追求したという。1996年のリニューアルでは、消費者がのりたまに求めるのは、卵の味や存在感というアンケート結果を受けて、大きめの卵の粒子である、卵そぼろを追加配合。その後、2003年のリニューアルでは、卵そぼろを 30% 増量した。2020年のリニューアルでは、それまでの卵そぼろとサクサクとした食感の卵顆粒に加えて、新たに、ほろっとした食感の卵顆粒を隠し味として追加している。これらのほか、1969年、2010年、2015年にもマイナーチェンジを行っており、2020年現在ののりたまは9代目となっている。初代 CM キャラクターは落語家で俳優の桂小金治であった。NHK 総合で放送されたテレビドラマポンポン大将の船長役で出演していた小金千は、役の衣装そのままで CM に登場し、面舵一派からい、のりたまで3杯というキャッチコピーで人気を集めた。その後も、のりたまの CM には子供たちに人気のタレントが起用されてきたが、1990年代以降は家族を意識した CM に変わってきていると指摘されている。例えば、2015年頃に放映されていた木村佳乃の CM では、子供の頃に家族とのりたまを食べていた少女が反抗期になって家族と食事を共にしなくなったものの、結婚式当日の朝食で家族でのりたまを食べ、さらに母となって子供たちとのりたまを食べるというストーリーが展開されている。1999年に明星食品からのりたま焼きそばというカップ焼きそばが発売された。名前の通り、のりたまがふりかけとして入っていたもので、パッケージデザインものりたまとほぼ同じものであった。現在は発売終了。2017年5月8日には、同じ明星食品から、明星のりたま焼きうどんだし醤油味が発売された。丸宮食品工業と共同開発したもので、醤油ソースの小うどんに甘みのあるのりたまをかけて食するものであった。数量限定で販売されたが、消費者からの要望を受けて10月2日に、数量限定で再発売された。2020年4月13日にも、のりたま発売60周年を記念して再発売されている。のりたまの発売は、それまでのふりかけといえば魚粉が原材料という常識を覆した。丸宮食品工業は、1963年には、すき焼きを、1964年には、チズハムを発売して、この流れを決定づけた。栄養問題の社会史に詳しい管理栄養士の吉岡弥生は、のりたまや、すき焼きが発売された昭和30年代は欧米型の食事への転換が推奨されていた時期にあたり、動物性食品を重用するという意識にうまく乗ろうとした商品でしょうねと指摘している。また、のりたまが発売されるまでは、ふりかけは主として大人向けの食品であったが、のりたまの登場によって子供向けの市場が開拓され、子供向けのふりかけが相次いで商品化されていった。発売当時に子供だった世代は孫を持つ年齢となり、のりたまは親から子へ、子から孫へと世代を超えて親しまれ、食卓や弁当の友として定着している。ふりかけの代表的な商品であり、ふりかけの代名詞とも言われている。2011年9月から2012年8月のトッパンポスデータに基づく。ふりかけ製品の全国売上上位50では、のりたまは 62g 入りの大袋が 7.22% のシェアで1位、30g 入りが 2.40% で5位となっている。時代に応じて味もパッケージも進化し続けていることが、ロングセラーの一因とされる。丸宮食品工業では、米の消費量が減少し続けている中でもふりかけの売上が伸びていることについて、内食ブームや弁当ブームに加えて、子供時代にふりかけがなかった世代の人は、自分の子供が成人すると、ふりかけを消費しなくなるが、子供の頃からふりかけに慣れ親しんでいた人は、大人になってもそのままふりかけを食べ続けてもらえる。そのため、ターゲット層が広がっていると分析している。ネットショッピングの普及や、訪日外国人が土産として持ち帰ったことなどによって、日本国外にも、のりたまの愛好者が広がっている。ただし、多くの場合は、パスタやサラダに振りかけるといった使い方をされているようである。作家の椎名誠は、世界の辺境と言われる地を訪ねる際には、必ず持っていくといい、のりたまは、万人を虜にする魔法の、素直で深い味であり、かつてどの国の人も、これを口にして顔をしかめたことは、ただの一度もないと語っている。おまけにアニメキャラクターのシールをつけるという手法は、1963年に明治製菓がマーブルチョコレートに鉄腕アトムのシールをつけて以降ブームとなっていた。江崎グリコは鉄人28号、森永製菓は狼少年犬のシールをそれぞれの社の製品に入れて追随した。丸宮食品工業がのり玉、すき焼きなどにエイトマンのシールを封入したのは、こうした流れの中でのことであった。エイトマンシールは、様々なポーズのエイトマンのシール36種類で、始まり、次いで、東京オリンピックにちなんで3カ国のうち32カ国の国旗とシークレットとして、聖火を背景としたワッペン型のシール計33種類がランダムに封入されていた。子供たちにとっては新しいシールが欲しければ新しいふりかけを買ってもらうほかなく、ふりかけご飯を何杯もおかわりして肥満児になったお母さんに怒られたなどと当時の思い出を語るものも多い。当初は袋の外側につける形であったが、剥がして持っていかれてしまうことから、袋の中に封入する形に変更された。シール欲しさに、丸美屋食品工業の倉庫から、のり玉が盗まれるという事件まで発生した。1965年に、エイトマンの放送が終了し、スーパージェッターの放送が始まると、スーパージェッターのカードが封入されるようになった。1960年から1965年まで、ふりかけ市場における丸美屋食品工業のシェアは 50% 近くを占めたが、エッセイストの町田忍は、これらのヒーローものカードの果たした役割が大きいとしている。のり玉の大成功を受け、おまけとして、シールやカードなどをつけるという手法は、その後も追随する企業が相次いだ。ふりかけ業界では、長屋園が、1964年発売のカレンダーふりかけに忍者の元という忍者道具の小物を、1965年発売のビタフリにはベースボールスタンプカードをそれぞれおまけとして付けている。上述の通り、こうした手法で成功を収めたのはのり玉が初めてではないが、少なくとものり玉はこうしたブームを牽引したものの一つと認識されている。1968年に発売された、のり玉、たらこ、ごま塩の3色パックは、家庭の食卓の象徴として、テレビドラマなどにしばしば小道具として用いられた。この時期に、子供時代を過ごした世代にとって、3色パックは、のり玉が最初になくなりごま塩が、最後まで残るという思い出とともに記憶に残っており、安倍野郎の漫画、深夜食堂には、三股交際がバレて二人の彼氏を失い、唯一残った、くたびれた年上の彼氏のことを、結局いつも、最後まで残るのよね、ごま塩ってとつぶやく女性が登場する。また、シンガーソングライターの嘉門達夫も、1986年に出したアルバム、日常コム ON、超 B 級娯楽音楽に収録されている、3色パックの、謎の中で、ごま塩だけが残ることを歌っている。作家で、写真家の星野博美は、丸美屋食品工業の本社近くのアパートで、暮らしていた1995年、アパートの屋根裏で、野良猫が産んだ、兄弟猫に、ふりかけ、のり玉にちなんで、のりと、玉と名付けた。兄猫は、卵のような模様があり、妹猫はそれに加えて、黒いのりのような模様のある、三毛猫だったため、一目見て直感的にひらめいたという。星野は、この兄弟猫との出会いを綴った、エッセイ、のり玉と煙突を表している。ありがとうございます。